交渉の例。朝日を背景にした桜の花の衣装。中央には、高等学校であることを示す、校の文字が配されている。校渉とは、その学校を象徴するために、デザインされた紋章のこと。その学校への所属を表したり他校との識別のための衣装として、正門や正面玄関に取り付けられるほか、校期気象、生徒手帳、学生証 学校発行の症状、卒業証書その他に用いられる。学校の施設、所有物や学生の持ち物につけて使用されることが多い。学生や教職員などの関係者が身につけて用いる場合は、バッジの形を取るのが一般的である。交渉の著作権は原則として学校が保有する。故に、部外者が交渉のデザインを何らかの形で使用する際には、 学校の許可を必要とする。なお、商標登録までされている例は少ない。大学の交渉日本の学校で使用される交渉には、大抵は、学校の遺書遠隔や、校訓校図、周囲の環境や気候風土を織り込んだ衣装が用いられる。つまり、学校がシンボルとして定めた動植物や、もの、公名の文字を図案化したものが多い。学校の種別を表す、校や、 中のあざ自体を装飾的にデザインした例もある。私立学校では創立者など学校に関係の深い人物の家紋を用いることがある。幼稚園から大学に至るまでほぼすべての学校に交渉が制定されているが、津田塾大学のようにあえて交渉を定めないこともある。近年は欧米の交渉から影響を受けたものも見られる。 アメリカやヨーロッパの交渉は歴史ある学校であれば、その大学、学校の設置にあたって、スポンサーやパトロンとなった、王公大公などの文章の一部や、学校の性格、教育目標などを示すシンボルや言葉が、ラテン語で添えられていたりと、複雑なデザインに様々な意味を持たせることが多い。交渉をあしらった、ネクタイピン近年、大学によっては、交渉の他にロゴマーク、 シンボルマーク、キャラクターを定めているところもある。特に国立大学では2004年4月の国立大学法人化に伴い学校のイメージを統一してアイデンティティの形成を図るため正式な交渉やシンボルマークを定める動きが目立つ。ありがとうございます。